いやあ、せずけ好きだよ恨みっ子、次の日、痛んなんか、結局、痛んなんか調べるわ、そったわ。2、やっていきます。第1話。次の日シリーズ最新作だ。次の日シリーズは過去もやってきたけど、1か3とあと、次の日痛ん、刺繍のやつをやったよね。で、5作目となる今回。さあ、どういうパワーアップの方法をしているのか、気になるんでやっていきたいと思います。始める。 が注意。大きな音が鳴りますので音量にご注意くださいホラー表現が含まれますので苦手な方はプレイをお控えください大丈夫このゲームに登場するレイとの接触行為を実行しないでください現実で実行できるような内容のものが出てくるんかこっくりさん的な話かやったら呪われるんかなそれともずっと一生肩が痛くなるのか,かなオープニング カナコカナコキジマでもこのこの子の名前はさ確かミクラカナだったかなやっと補習終わったーだちょうど悪いんですけど早く帰ろう早く帰るんだよ補習の帰りだしい受験生らしいからなこの子はみんなは受験ちゃんと合格決まったか あかん方がよかがったかな、これ <laughs> おいおいおいなんかすごい真っ黒になっとるぞ 3B の青い染み青かこれ <laughs> 俺んな黒に見えるんだけどなおかしいなみんなと色彩感覚ずれとんかなみんなが掲示板に書き込んでたやつだ感想それだけかもう見ただけでやいって思うけどね俺はなんかね 家庭に持ってきとったブルーベリーぶちまけたんかね。ぶちまけすぎだよ。<laughs> どんだけブルーベリー作ろう、使おうと思っとったんだ。何を作ろうと思っとったんだね、君たちは。次の日。この次の日って出てくる、すごい懐かしいんやけど。ワン、ツーあたりのやつで、ね、これ。前作の次の日、異端の、刺繍の時は、なかったもんな。この次、のえ、次の日のシステム、なかったもん。久しぶり、この、 なんか疲れちゃったな。何がにこの横に動いていくパターンもさ、3以来やもんな。もう学校大きくないな。みんなそう思うけどさ、学校で勉強したことって結構大事なところあるで。まあ、俺、学校で勉強したこと全然行かせてないけどな。あれ顔みたいになってる。 気のせいやろ <laughs> 俺はそんなに変わったようには見えんのよな。はじっ気持ち悪っ <laughs>。って言ったら、なんだどうっていう感じで目がちょっと動くんかなと思ったら動かんねえ。大丈夫だったね。<music> 次の日。来た次の日。これだよ。 変わるパターンじゃ次の日からいきなり次の日に変わるパターンじゃこのパターンは初めてだギーがグーに変わるパターン初めて見たわ前のワンツースリーあたりはさいきなり次の日に変わるけんなうちに帰りたくないな <laughs> なんか嫌なことばっか何があったんや <laughs> 嫌なことばっかで何があったんや今ちょっと隣で嫌なことが起きてますけど隣,で隣の部屋でなんか <laughs> 映画でも見てるんのかな隣の部屋で <laughs>。映画でも見てるんだろうな、多分な。多分、照明暗くて映画つけたらこんな感じになるんだろうな、多分な <laughs>。嫌なことばっかなんじゃ。あれ鍵消えとるな。青いシミがなくなってる。そりゃ学校対応するわ。あんだけ青いシミがあったらさ、さすがに3日ぐらい経ったらた学校対応するわ。業者読んだんだと思うえ。えん どうした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 グーグルバット始めたよ。グルグルバット始めた <laughs>。なんで今グルグルバット始めたんだよ。バットを持ってないのに。なんな自分の <laughs>、自分の感覚良い,いってことを世の中に調べしめたり <laughs>。な、何の声グルグルしても真っ直ぐ走れるよってことを <laughs> 証明したかったんか <laughs>。学校から出てください <laughs>。もちろん帰るつもりなんか出てきますよ <laughs>。しかし、この、 この動かし方もさ、久しぶりって感じやな。あの、死臭つぐのいいたんだったか、前作で、この動かし方、動かし方だったもんな。帰らなきゃ、まっすぐ帰るってか。<laughs> あれなんやな。お、こ、こっちちゃうん <laughs> え、こっちに向かって行き取ってるんけこっちじゃない <laughs> えーっとさ、ちゃうん <laughs> こっちか。階段じゃ。 外に出るってことは階段があるはずなんだけど、なんだこの人。な、なにあれスレンダーマンみたいなやつがおる。スレンダーマンの女版みたいなのが。右わ、うん、あははははは。<laughs> こんな真っ青なゾンビ、初めてゾンビじゃないだ。幽霊だけど。<laughs> 初めて見た。<laughs> 青鬼みたいな感じのが出てきたね。早っセーブ早っはは <laughs> 絶対この後何かある。 ねえ、ミクラさん。これは今の女の子の名前ね。主人公。キ、キクラ、え、キジマさんって最近ずっと休んでるでしょ知らんわ、俺。<laughs> 俺は知らんから。どうしかしどうしてか知ってるああ、たぶ間違えて坊主にしたけん、学校通ってカラオケやるけどさ。いいから出んのだと思うよ。え、知らないよ。興味なさそうに。キジマさん。 プチ、家出しちゃったんだって。プチ、家出。プチ。<laughs> プチ、家出。プチってついたなんでも解わい思うな。<laughs> え、そうなのま、興味ないけど。みんな知ってるよ掲示板、見てないの掲示板が流行ったんやな。ご、ごめん。最近見れてないんだ。勉強証券な。お前らと違っ,って私はちゃんと勉強してるからな。お前ら、見とけよ。 高校大学で進学するつについて、俺のアドバンテージ増えていくかんな。ふーん、いつも放課後に勉強してるもんね。でもさ、ミクラさん。あんま目立つことしない方がいいよ。ん<あ>えみんな、そういうの見てるからね。何変かかえるか、わからないよ。わ。 人間関係の闇が掲示板には出てくるよな。俺、そんなに掲示板見たことないけど。うん、うん、わかった。だいたいさ、書かれるんよな。あいつ何一人で頑張っちゃってんのみたいな闇サイト。あくらさめに人間の闇が映し出されそうな闇サイト。な、これ。中学校、中学生なんやな。高校受験や言ったんじゃ。隣の <laughs>、隣の人形どうにかなりませんか。 完全に呪われた人形みたいな感じのが映ってますけどなこれ今日も SM さんはえっと放課後に残ってお勉強話しかけてもえっとか言ってんのはっはっはあいつんち貧乏なんでしょ塾行かせてもらえないんだって負け組確定かわいそうわら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 努力を踏みにじるんじゃないよ努力してく 掴んだ栄光こそ勝ち組の証なんだよはあ見ちゃったんや。これは自分の絵の愚痴見ちゃったんや。第1話、ミクラサチ。今頃、第1話、ミクラサチって出来たよ。<laughs> 今更だよ、第1話って。もうちょっとさ、幽霊襲われてしまったしさ、遅くなっちゃった。幽霊襲われたこと、なかったことにしてる。え <laughs> え、冒頭の女の子主人公じゃなかったミクラ立ちちゃうん,んじゃなかったの <laughs> 騙されたんやけど俺なんか騙されたんやけど補修って言いよったけどさえ,便え、補修書だけ遅くなるとかそういうんじゃないなこれシフトキーで現在地見れるんじゃはぁ、あ、探索ゲーだな完全な探索ゲーだな <laughs> 前作シシーでもそうだったけど探索ゲーだなんねえねえねえ しきこさんって知ってるなんなんその、サドコみたいな <laughs>。知らないなにそれ闇サイトで見つけたんだけど、廊下ですれ違う時に存在しないはずの生徒がいて、それはしきこさんで話しかけると殺されちゃうんだって。存在しない生徒って幽霊ってことほう。<laughs> はあ <laughs> なんか気になる情報をキャッチしちゃったわ。帰るってことはやっぱ、おまだ、ね、4階から階段を降りるところなのに学校を出るって選択肢が出るね。よっしゃ、そのままもう3階、2階、1階の行動はもう、パスでって言わや次の日ー、おーっと危ない危ないグーになりそうだった。次の日になりそうだ危ない次の日はまだ大丈夫ってことやな。うん、危なかったな <laughs> 今日はもう遅くなっちゃった。 帰ろう。あ、教室に入ったらセーブできるんだよ。あ、痛いたいたいた <laughs> なんで壁だ。扉と扉の間の壁に突っ込んだよ、ね、今。木島加奈子。君もさ、<laughs> この写真だけ見たら君もちょっとホラーだけどね。この写真は絶対にさ、免許証とかの写真にしないでほしいな。<laughs> 柄が悪い。つうかちょっと、みんなビビるからね。あれあれ わ、え、ループ、しとんちゃん。ここ最初の初期地点じゃなかったっていうか、教室へのドアなくなってるやん。自分の鍵映ってる。あれ教室の入り口なくなってる。なくなってる。いつもより学校改装工事したんー。鍵すらなくいし、なんかおるし。どうしたんどうしたんねえ。あ何、なに今から帰ようと思ったんやけど、まだ帰らないな。 え ?What's ghost? 学校から出てください。<laughs> こいつの説明してくれよ。気になるだろう。今、確かに、お、の子がいたはず。学校から出てください。<laughs> 気になるだろ。説明してや。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんや。今の幽霊チャイムスの。 気になるから説明してほしいやけど <laughs> 何が学校から出てくださいやな <laughs> ーあーっと来た次ぐの日きた青い幽霊が出てきてからのつぐに変わるポタンですな <laughs> よっしゃなんか変な感じ外がブルーベリーぶちまけた感じになってるからねこの学校どんだけブルーベリー好きなんだろう あ、もしかして、かなこちゃんってあのー、冒頭の補修の国かなこちゃんで、今操作しようんか、主人公のミクラサシちゃんってことでいいんかな。そういう感じよくわからんけど。<laughs> そういう感じか。おっと。まただ,だ、何もない。 学校から帰れない言われてしまった。<laughs> 帰れない言われてしまったやん。帰ってくださいじゃなくて、帰れないっていう、否定系で入りたよ。帰りたい、帰れない、さよなら、カントリーローだ。やっぱり気のせいじゃない。昨日もそうだった。この先に女の子がいて、話しかけたら、私は 3P の青いシミに話しかけてた。 廊下を終わり続きもう歩き続けてなさい一生おっとコーナー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 コーナリングコーナーリングナイスコーナーリングドリフト今ドリフトじゃけんなわかりにくいや違う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 今突っ込んだ、ENTE、<laughs> 壁にこうやっ突っ込んだからねちょっとこの操作感覚はさちょっとああな何このチャイムチャイムよりも気になる球もあったやろ今 <laughs> 視覚的な方が気になるやろう音声よりもいつもと違う いつもの聞いたことないけどさ、いつものどんなやつなんいつもの音声どんなやつなてんて <noise> んて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 してん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 けど逃げてんててん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 たんじゃ逃げるにしてはなんてんてん でぇーーーでぇーーーーーーーあーー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 でー歌詞知らんからさあ、お一緒に歌おうとしてもこの歌になるからねあの君たちはなんだい青いやつ、青い幽霊何人も出てきよう気がするけどさ、うん、かなこちゃんだけじゃないかなこちゃんだったっけ <laughs> リングのさ、佐田子にあの、ジオンの ああ、かよっこだったか知らんけどに、その続き、そのに続くデイさんの何っこがさ、これやけんな。とりあえずこれでプロローグが終わった感じになるんかな。よいしょ、セーブ。おあもうなんか続くな、やっぱ。うーん。 どうなる幽霊に襲われた後、ん、よ、ここはどこここここがこ,こ私はどうしたんだっけ放課後に残って受験勉強してて、帰ろうとしたら、廊下が伸びてて変なチャイムが聞こえて、それで、おーおー君ょっといきなり目の前に出てくるの、流行ってるのかい 女の子を幽霊に襲われた今の女の子だった。<laughs> 性別よくわかんかったけど、女の子だったん。ようわかったな、女の子って。それが一番びっくりだな <laughs>。教室内をよ、探索。教室か、ここ。何の教室ここ。普通の教室か、これ。図工室じゃないこれ。なんか机がそんな感じがするけどさ。あ、不気ー不ー味。ー。ーーー。 不気味だけど。じゃあ今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。週明け。さあ今回から始まりました、次の日シリーズ5作目になりますね。久しぶりに次の日の第1作目の自分の実況を見てみたらね、投稿したんが実況を始めてまだ1ヶ月しか経ってない頃なんよね。 あの頃の俺は本当に喋るのが下手だったな。今もか。